では一口目いただきます。このちょっとねアルデンテの状態が好きです。ケンシです。ラーツーですよ。今回も久々ですけどもね、ラーツーと言いながらこの新しい一平ちゃんカラムーチョドカラムーチョっていうね、まあ、これを食べようかなと思います。まあ、サクッと食べようかなと。うん。いや朝来ようと思ったんですよ。でもね朝ちょっと寝坊しました。いやちょっとこれはしくりましたね。しっかりと今回もゴミは持ち帰ると。まあ、これ大事ですからね。マナーですから。だ袋も持ってきて、でまあ、これから食べようかなと。で、どのようなものを持ってきたか。キラリンというね。まあ、キラリン、キラリンね。水。これ水道水です。水に、あとは ST310。今日風が強いかな。うん。それがちょっと心配です。で、あとはビールです。あービール楽しみ。楽しみっていうね。よっしゃー。よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。早速作っていかないと、このバッテリー自体も危うし、危うし。うん。風がちょっと危ういかな。まあ、やっちゃいちゃおう。こう、風こう来てるな。うん。だから、できるだけ風来ないようにするには、まあほんまにねこのウィンドスクリーンをこの間買ったんだけどそれをなくしちゃった。あいい感じ。あこんな感じや。よし、では水を先入れて、今回あっさりめです。あのダイエット中なんでね、まあダイエット中はねあっさりご飯じゃないとダメなんですよ。うん。では火をつけて、よーっしゃ、来たぞ。うん。で、ウインナーを入れると。あ、今回は、このウインナー、これがメインです。で、最後にとろけるチーズを上に乗せるということですよね。うん。さあ、まあね、ゴミ。あ、今、漁師さんたちが帰ってますね。よっしゃ。で袋入れて、いやカラムーチョめっちゃ好きなんですよ。うん、皆さんも好きな方多いでしょ。好きな方はイコール辛いのが好きっていうことでしょ。まあその辺は分かります。よっしゃ。よ、前まではこの湯切りカパッてしてでなんか穴開けてこんなふうしてたまにガバッとこう全体出るような仕組みだったんですけど、もう今回もこの湯切りシステムこれかなりいいじゃないですか。まあ今までね準備しておこう。お、最近ありがちな召し上がり直前においでくださいっていう、もうなんかもう醸し出してるよね高級感を。うん。で、まあ、こちらも召し上がり直前に振りかけてくださいっていうね、もう、うん、どう変わるのかってわからんけどね。こちらマヨビームマヨビーム、まあ、好みに応じて入れてくださいという特製ですからね。うん、まさか特製って書かんとキューピーマヨネーズ入れましたみたいなね、キューピーとか書いてくれてもまあそれはまあ面白くないか。うん、よっしゃ。お、下の野菜見えますかね。もうこれで今日の一日の野菜は完了。グー絶対書かれるわ。まあとりあえずビールをいただきましょうかね。あーたまらんねー。あーうまい。あーこれ近づけすぎたらねすっごくぬるなるんで、だからそんなにも近づけすぎずっていうね、もうこの距離感が大事。人間関係もそうですよ、距離感大事ですよ。近づきすぎたら思いのほかなんかややこしくなるとかね。うん、離れてたらなんか近寄ってくるみたいなね。なんかまあその何言ってんだみたいな。よっしゃ、まだまだだ。いや楽しみだね。てかあそこで今漁してるかと思いますけども、たまにチラチラこっち見てるっていうね。食べたいんですかね、きっと焼きそばを食べたいかもしれません。
こっちまで来てくれるんであればね、焼きそば差し上げるんですけど、まあそういうわけでもないでしょうかね。あ、進んでいった。焼きそば欲しいんじゃないんだと言いながら、まあぐつってきたかな。うん、まだまだ持てる。これがね、暑くなってね、まあ今日はいつも用意してるんだけど持ってくるの忘れるのが手袋、暑さ対策の手袋。もうこれがなかなかもうね、出すんですけどね、最後の最後で忘れちゃうっていう。で帰ってきて手袋だけがポチョンとね玄関にあるっていう。おっと、ええ感じでちょっとぐつってきたかな。あっ、ちょ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 、おお、ええ感じぐつってきた。まあでもウインナー、ウインナー熱いな、これ。これしてます。あっちっちゃ、あっちっちゃ、あっちゅ。ビールで冷やす。あ、うまい。本物のビールが飲みたい。いや、ぼちぼちいけるかな、ぼちぼちいけるかな、ぼち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 いけるよね、いけるよね。うん、いや熱そうやな、熱そう熱そう。あっ、ちょ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 、よいしょ、おいしい、いける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 、よいしょよいしょ。今大事、今これから大事やで、ね、このこれからもこの、うわ、ちょっと、ああ、おお、よっしゃ、よしよし、オッケーオッケーオッケー。まあ、この状態でこう、ああ違う、こうだ、こうこう置いといて、置いといて、で、あの蓋閉めて、でこちら、こちらのウインナー、ウインナー、あ、ちょ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 、あ、ちょちょちょ、ウインナー、ウインナーの方、ここ俺を、よっしゃ、じゃ準備完了、つけを上に置いとくみたいなね。で、これ直前だからこう飛んだらあかんし、うん、で箸も上に準備しといて、こうとろけるチーズってこう家へ来た時は、うん、冷たかった。今もうほんまにもうめっちゃ柔らかい。早めにこれめくっとかんとね、もう とろけた状態だったらもう、もう、うわ、手が、手が、そーっとね、こうそーっとね、そーっと、うん、楽しみ楽しみ。ちょっと固めが大好きということで、まあぼちぼち行こうかな。よし、よっしゃ。で、あっちゅ、まだまだあっちゅ。で、これをねちょっと開けて、で湯切りを実行。ゴミゴミゴミ。おお、早っ、あれ早っ。いや、まだまだちょっと早すぎるかもしれない。いけてるかな。あ、いけてるいけてる。いや、あ、いけてる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 。おお。で、ここに湯切りをする。よっしゃ。ちょっと水分残した状態で、ソースを入れる。全部開けたらね、ダメなんだよ。ちょっと閉じてるのがね、冷えちゃうっていうか、冷えるのちょっとね、これどこを開けても開くっていうか、すごいよね、今のね。よっしゃ。で、ゴミ袋。よっしゃ。で、混ぜる。混ぜる混ぜる。あとね、この粉。この粉が確かね、辛いもとやったと思う。辛いもと。うん。うわ、ちゃ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 。うわー、汚ねー。いや、汚ねーって、こう、汚いっていう意味じゃなくて、来たーっていうやつね。うわー、めっちゃ匂いする。うわー、ここでこのとろけるチーズをもう、のっけちゃう。のっけちゃう。うん。うわ、ちょ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ。で、ここにウインナーを乗っけると、うん、よっしゃ。一旦これは横に置いときます。ちょっとね、想像してたのはなんかチーズがとろけるようなチーズの感を出したかったんだけど、ちょっと違うねこれは。まあ、あ、まあよしとしましょう。これはこれでよしとしましょう。ちょっとウインナーだけいただきますね。いただきます。うん、あ、よっしゃ。こっからの、マヨビーム。もう邪魔だ。邪魔。マヨビーム。あ、これも色ついてるわ。すべてが辛いんだ。いやー、いいですね。うわー、ちょっとね、これこっからちょっとサムネイルをちょっと撮りますね。一口目、いただきます。このちょっとね、アルデンテの状態が好きです。うー、めっちゃ量ある。
あ、これか、からからっていうかチーズ塊やん。もうこのチーズちょっととろけられてないチーズとこのからもちょか辛い、後から辛い、いただきます。うわ、これ口、もう口の中やばいで、これ。うん、めっちゃうまい。カレーめっちゃ辛い、辛め、後から辛いし、うまい、辛い。ウインナー、いや、ウインナーめっちゃ助かるわ。あのヒリヒリするっていうか、ヒーハーが、ヒーハー気分が味わえる。量めっちゃ入ってるんだけど、うん、あのうま辛いって言った方がいいんですかね。七味の辛さとかあるじゃないですか、あれただ辛いじゃないですか。これはうまみ、めっちゃうまみ成分の入った味の素系のうまみにプラスアルファ辛いっていう感じなんで、だから辛いんだけどそんなにもう違和感ない。うん、あ、これでもビールやな。あ、この辛さなんか時間とともに来るな。この口の周りめっちゃ赤いと思うわ。たらこ唇になってるわ。いや、どうしよう、最後ウインナーをいただいてから最後はこの焼きそばでいただこう。焼きそばで締めよう。はい、これで最後です。あー、辛かった。ごちそうさまでした。焼きそば作った時のこの汁はこれはあの家に持って帰りますね。やっぱこれはこれで汚いんでね。うん、どんな味するの、ちょっと飲んでみよう。あ、なんかまず